はい、笛釜ラジオ第24回ということでね、今回ね、秋雨前線がやってきましたね。まあ、正直梅雨時に語ってもよかったんですけれども、まあ、秋雨前線で今週末からしばらく雨、まあ、これが続く期間ってことを考えると、まあ、おそらく今週来週は雨の開催ということになるのかな、まあ、少しね馬場が濡れた状態での開催になるのかなということで話をしていきたいと思います。まあ、秘密結社フォーラム総集発注でございます。今回ね、まあ、この雨が続く中ということで、競馬的には例えば重馬場が得意な馬が勝つっていうのは一つあるんだけれども、まあ、それと同時にですね、まあ、ハンデ1キロの差ってのは雨で少しぬかるんだ馬場の方が効果が大きいわけですよ。まあ、これは自分が荷物持ってね歩いた時にどっちが歩きやすいかみたいなことをいろいろ考えたらね、まあ、斤量1キロの差ってのが大きく影響するのは少し湿った馬場の方が、まあ、特に芝の場合はね、まあ、ダートの場合路盤が硬い方が走りやすいとかあるのかもしれないけどね、まあ、そういう形で、まあ、斤量有利な馬について思いをいただすっていうのは、この雨が続く季節っていうのがね、一つ話すタイミングとしていいのかなということで、今回はやらせてもらいたいと思います。まあ、これがね、特にだから聞いてくるのが、まあ、3月末頃の春雨、まあ、6月7月頃の梅雨時、そして8月末頃の秋雨前線、あとはね芝が枯れてくる10月はまだあれかな、11月末12月ぐらいもねそういう傾向があるよねって感じで、まあ季節性のもので3ヶ月4ヶ月に一度ハンデが引きやすい時期、引きづらい時期、交互に繰り返してるかなみたいな感じがするのよねというふうに思って見てるんだけれども、じゃあって言って狙うと馬券は当たらないっていうね、まあ、そんなシステムになっています。で、まあ、つまり今回はハンデ戦の話題なんだけれども、まあ、大体ねハンデキャッパーのインタビューのフレーズでよく取り沙汰される、まあ、ハンデ戦っていうのはね、全馬横一線でゴールすることが理想ですよ、そのために斤量つけてますよと、まあ、ってことは1キロ1馬身って考えられる中で、まあ一馬身の範囲に全部収まればね、大成功なのかななんていうふうによく言われるわけです。これね条件戦だと確かに当てはまるんですよ。まあ同じね条件、そんなに実力差がない中で3キロ4キロ5キロぐらいの斤量差である程度斤量をつけていって、それでね本当に混戦になると、まあなのでねハンデ戦の条件戦っていう場合だと、まあ、そういったところをまず中心に馬券を考え始めるっていうところが出てくるんだけれども、これがねオープン重賞のハンデ戦になってくると一つ毛色が違ってくるんですね。まあ、つまりオープン重賞のハンデ戦っていうのは賞金別定っていうよりは、まあ、クラス別定、どこら辺を勝ってきているかっていうところを実ベースとしたハンデ、別定戦の焼き直しに過ぎないっていうようなところがね多々あるんじゃないかなということがね、ずっとハンデ戦の金量を追っかけてると、まあ、うっすらとね見えてくるわけですよね。まあこれを理解していって、まずは、うん、まあそれでいて、それで横一線に結構ゴールしてね、この条件戦で特に考えられているであろう全馬横一線でゴールすることが理想っていうのがオープンのこのシステムのハンデ戦で結構実現しちゃってるから、まあ、結構ねみんな競馬ファンがオープンのハンデ戦なんてもうほぼほぼ機械的にハンデ決めてんのに、全馬一戦で横一戦でゴールしてハンデキャッパーの腕ですねみたいなことを言っちゃうんだけど、結構ね競馬のシステム自体がうまく構築されているからそういう風になるだけであって、案外ねハンデキャッパーの腕が介在していないのにそうなるんだよねという、まあ、このオープン重賞のハンデ基準を理解していこうと。まあ、コバのボバ基準でねこういう金量になりますよっていう前に一つ確認しておきたいのが、まあ牝馬はこの金量からマイナス2キロ、まあ、距離条件によるんですが4歳3月までは馬齢による減量ありだから、まあ今3歳牝馬とかね短距離戦金量軽いですよね。で南半球産は追加の減量が4歳の最大で8月まであります。まあ、この辺ね距離の区分によって減量がね1200m から1600m のレースと、まあ、そこから1000、まあ、
雑に JRA の区分で言えば1700から2200までのレース、そこから距離が長いレースって形で区分が分かれてるんだけれども、まあそこらね、馬齢の斤量によるところの規定っていうのはね、まあ基本的に古馬の牡馬を基準とすると、まあこんな感じの斤量基準になります。オープン特別重賞の場合、まあ2勝クラスからの格上挑戦の場合、まあ古馬の牡馬で50キロ、まあ、上位層はプラス1キロで52キロ、まあ、3勝クラス、まあ、準オープンの馬の場合は52キロ、もしくは上位層はプラス1キロで53キロで、オープン入りしたばかりの馬っていうのは54キロで、そこから先の実績がない場合の上位層の馬たちはプラス1キロで、オープン勝ち重賞2着がね、一発で増える例は少ないね、重賞2着2回、まあ、もしくは重賞を含むオープン2着2回ぐらいだと56キロオープン特別の勝ちか、まあ、重賞2着2回もしくは重賞を含むオープン2着2回だと56キロで、重賞勝ち、まあ、もしくはオープンの2勝目があったりするとハンデ57キロと、以降ね、あのオープンクラスでの勝ち、重賞2着なんかで適宜金量が 0.5 ずつとかね積み増されていきます。まあ、そして G2 勝ち馬で58キロ G1 勝ち馬で59キロかなというような感じで、金量の基準っていうのはね、まあこういった形でほぼ実績で、まあ上位層はプラス1とかのその上位下位の判断、まあもしくはこのね上位下位の判断、もしくはね、あとはハンデ対象期間っていうのがあって、まあ例えば今回の開催のレースだと、こう去年のこの小倉開催まではの次の中山開催、中京開催あたりから基準になっての約1年間の期間に、まあ、例えば馬券圏内が一度もない、掲示板が1回か2回しかないみたいな馬の場合は、まあ、ちょっと最近このハンデ対象期間にこのハンデに該当相当する結果を残せてないんじゃないのっていう形で、まあ、金層不振なんていうふうにね、僕の場合はカテゴリーしてるんですけども、そういう馬はね、まあ、ここから1キロ斤量が減りますと、でまたそこからしばらく構想がないとさらに1キロと減っていきますみたいな感じで、金層不振だなと、調子悪いなっていうのはここから1キロずつ減っていくんですが、まあ、基本的には実績でこういう金量がつけられていきます。まあ、オープンのハンデ戦というのはね、こういった形で明確に実績で金量の基準が設けられていて、まあ、横一線というのは結構結果論でそうなっているはずなんだけど多いんだよね。まあ、つまりシステムがうまくいってんだろうなと。まあ、ハンデ戦に出てくる馬ってのがどういう馬なのかって考えた時に、まあだからオープン入りしたけど近々オープン特別ぐらい勝ってはもう不思議はないよねっていう馬が、つまり56キロいずれね背負うだけの力があるよねっていう馬が、まあ準オープン勝ったばっかりで54キロっていう斤量で出ていたら、それは重賞でも積極的に狙うしとかね、そういう馬券術になってくるんですよね。まあ、基本的にハンデの軽い馬を重く見ていくっていうのが穴狙いの基本になっていくのかなと。まあそういったところで穴じゃなくても確信を持ってついていけるようになっていくのかなというふうに考えてね、ずっとやってんだけどなかなか結果が出ない中ね、説得力もないんですが、まあ金量のこの基準があってということはね、覚えておいても、まあ、損はないと思います。覚えておいてください。まあそんなわけでね、まあ、夏休みなんでね、まあいろいろとこうニッチなところのネタを提供していくっていうのを続けてね、まあ一人トーク続けてみたんですが、まあフレガムラジオもね、月1で撮影していて、結構合間の回でこういう一人トークみたいな感じでね、まあゲスト呼んだり呼ばなかったりって感じが続いていくと思うんですが、またね、多分来週分からはよほどのことがない限り、また二人でトークとかねできればいいなという感じで準備をしてますんで、夏のニッチなネタ3連発ということでね、お付き合いいただいてありがとうございました。以上、ハッチーでした。